いだけ垂らしてね。小沢さんというと、まあ、作品もですけど、から行動も、からまあ体格も日本人離れしてらっしゃるといつも思うんですけど、なんかこうご家計に日本人離れしたところがあったんですか？いやね、あったのかもしれないと、僕も少しそうなってきたんだけど、みんな目が青くなるんですよね、こう80過ぎると目が、でおばさん、親父もそうだったけど、おばさんたちもね、どうしてこんな目してんのかなと思ってたんだけどね、なんか多いんですよ、東北の方なんでも随分、確かお兄様はあれ兵庫と呼びするんですか、甲津平定の兵と、から随分違いましたね。やっぱりお兄様がその弁士をなさってた、ということがやはり映画におありになるきっかけとしては大きかったんですか？いや、そういうわけでもないですね。ただ兄貴がこれはぜひ見たけっていうって、随分あれ家計がね